この先に俺この辺りにもヒルチャールが暮らしてた痕跡があるな。前を見てみろ。ヒルチャールの集落の入り口っぽいぞ。入ってみようぜ。どちらにせよ、このヒルチャ、いつも大ごヒルチャールと、この箱って中身はオイラだった。普通の日けど、ダインがもしかして、こんな父、亡くなったヒルチャールに言われてみれば、これはカーン、この花の故郷の土、ゆえにインテイは、あ、この花がここにあるって、姫様。天理への、確かに殿下、称賛はど、理論上です。いや、私たちも尊厳なく、これ以上、そのご決断は教団にとって実に、何か見ていたようだな。何を見た？そうそう、なるほど。これが双子だけが、今の話によ、それに彼女は復興と頑固なやつだ。どうやら教団は何しろ国民なくし言ったはずだ。仮に強引だから、理性をもそれに執着し、感情を傾けすぎてしまえば、やがて奴らのようにそうなってしまう前に、もっと何の問題もない。貴様だが、貴様がどちらを選ぼうと、そうか、どうやら初めて会った時にした、貴様が本心、俺は今回ハール武団たちの意志、アビスはいつ、いや違う、 うわあ、まだ異変は、ダインスレイヤー、なんとも執念、前回我々は伝、そしてあいつらを、あのヒルチャールたちに、もうそのくだら、貴様たちの言う呪いの浄化、池の下にあったあの装置を使うつもりだ。アビスが持つ技術を侮る、水の浄化作用は何百倍にも増幅されている。そのような強引で短絡的な手段、やはり貴様たちを快感に過ぎていたようだ。みんなは俺が行くぞ。はっ、行け、行くぞ。やっと、ね、くらえ、狂乱の波は満ちた。やっ、属性を断ち切れ、
雑談している日。